手のさ、あの思うんでいつもなんか手が届くところに置いとかないとぐずった時にすぐさ対処できないじゃん。わかった、じゃあ全部やってね、エミがね、エミがやってね、じゃあエミがやってね、じゃあエミが全部やって、テーブルとかがさ、エミがやってよ、ひっくり返ったらどうなの、じゃあ全部エミがやってよ。ぐずった時動かないくせにさ、ね、頑固なんだよ、うん、いや頑固じゃないよ。たまにはね、うちの話も聞いて、全部エミが好きにやってるよ。結局ここに置かないじゃん、全部エミが好きにやってんじゃん。ぐずった時俺がさ、さって言ってたら、文句言いながらやってるだけじゃん。こんばんは、藤ひかりさん。こういうことか。ぐずってんのが全部やってんのよ。近くに置いてけばここで、あ、分かったよってやれるのにさ。じゃあ食いなよ、さっさ、うん、さっさ食うね、うん、口を閉じてほしいから、うん、口を閉じてほしいから、うん、うん、そこの水取ってくんない、うん、ありがとう、みんなどうぞ。ありがとうございます。どっちが悪いと思う？どっちも悪いか。水危ないね、うん、危なくないよ。ドア開けておるのが最悪だよ、ほんと。このおばあちゃんとかにさ、聞こえる。なんでドア閉めれないかね。ご飯持ってきたから、うん、足でポイってやれるだろ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。とりあえず痩せる漢方飲んでるんで。うちが正解だよね、ありがとう。結局だってあれじゃん、エミリさん正解って言って、エミリさん抱っこしてんじゃん。だから言い返すから、分かったって言えば喧嘩にならなかったんでしょ。どういうこと？喧嘩になったから泣いたんだよ。いや違うでしょ、ね、やばいよね、正解とかね。で、TikTok で相変わらず悪口。いやいやいや、ほんと今時のサイトだよね、TikTok って。思わない？眠いんだよね。あー、麺が伸びちゃった。ありがとう、けいちゃん。なんでベッド、たまに下にいろいろベッドが置いてあるから、赤ちゃん漢方飲んでます、漢方で。忙しい、洗濯回したり忙しくて、ね、そん、何よりも配信がしたいそうだからね、うん、YouTube のが悪口ひどいでしょ。そういうことなんですよ。で、TikTok に全然さ、どう思います？ DM ファミリーチャンネルですよ。悪口ないじゃん。自分の配信を優先してるの、どう思います？こっちも自分の配信で、しかもライバー契約してるから配信しなくちゃいけないのにね、エミリさんに本赤バウンド、本赤バウンされちゃって、本赤明日から復活。あ、やっぱそうなんだ、ゆうさん。昨日ね、2日前にバンにさせられてね、なんか変なことやって、もういいから、昔も食いないよ、さっさんも。昨日のね、1日配信で、なんでこっちにやんの？醤油取りたいでしょうが、自分で。うん、取るでしょ。フジモンそっくり。それは悪口にならない。うん、じゃあバンしてやる。そいつブロックしてやる。俺の、エミリさんのだって顔の悪口なんて。ちょっと聞いて、Lのこと今の。うん、Lのことをフジモンそっくりって言われたの、余計嫌なんだけど。多分ね、ちょっと余計。ね、別どうでもいい、俺の顔の悪口ならまだいいんだけど、ね、こんな赤ちゃんに、あ、宝物来た、ありがとう、宝物、宝箱だな、宝箱、ありがとう、宝物だ、ね、宝箱、箱でも、ま、物でもいいだろう。やばくない？フジモンそっくりって言われて俺許せないんだけど、自分の娘がだよ。 ありがとうございます、ティアドロップさん、ありがとうございます、スパちゃん。よっぽどすごい悪口だよね。そいつブロックしないんだって。暑い、超暑い。ご飯作ったから暑い。宝物、宝箱。俺ずっと宝物って言ってた。早く食べなよ、顎はいいから。なんでさ、ね、アイテムもらってね、エミがせっかく作ったのに、うん、じゃあいらない、食わないわ、食いたくないわ、いらない。俺はリスナーさんの方が大事。
だったら持ってくんない、うちは食べたいから。うん、いいよ、はい、いいですか。うん、いいよ、持って。さっきまで置いとけって言ってたのに今度。いや、自分が食べないって言ったからでしょ。何なの変な持ち方。イライラするでしょ。こっちのセリフで。じゃあいただきます。ありがとうパパ。誰かの迎えに来てくれたらどこにでも行きます。また出た出た。自分じゃ何もできないのか。耐えられないでしょ。いただきます。うどん。わざとじゃない。食べないよ。いらないね。もう食べたくなくなっちゃった。意地張ってるの。そんなね、普通に食べろ食べろ、伸びたらまずくなるだろうみたいなこと言われて食べたくなくなっちゃう。いやいや、気を使って言っただけだよ。辛ラーメンがどうしても食べたいって言うからね、作ったんだけど見て、もう汁が濃いめに作ったのに。食べな。この髪型、ありがとう。この髪型がミスターサタンって。ミスターサタン見たことあんの。あ、そういうことだもん。ありがとうございます。食べさせてあげようか。いい。食べないよ、お腹空いてるやろ。何も食べてないやん今日。食べた。お母さんの麻婆豆腐の方が美味しくなかった。ナス入ってたなんかしないけど。食べて美味しいな。うん。頑固だからね。そう、辛ラーメンなんかね、ちょっと中毒性あるね。週に1回か2回食べたくなっちゃう。ありがとうございます。嘘でしょ。ありがとうございます。サヤさん、アラブの時期をビル・ゲイツ、ソフトバンクスも説明されないとやっていけないので、ありがとうございます。エミリさん見たい人はあの YouTube で見れますんで。待ってね、早く食べて変わるからね。何やった。あ、嘘でしょ。ありがとうございます。やともさん、やともさん、アラブの時期をビル・ゲイツ、ソフトバンクスも説明、やともさんでないとやっていけない。あ、スマイルさんもありがとうございます。スマイルさんもありがとうございます。スマイルさん、ありがとうございます。あ、嘘でしょ。ようこさん、嘘でしょ。ようこさん、ようこさん、アラブの席はビル・ゲイツ、ソフトバンクさん、ようこさん。あの、ようこちゃんさんにね、あの広島ですんごいお世話になったから T シャツ、住所わかる。広島の住所。食べな。いいよいいよ、先にじゃあ食べなさいよ。ミリさんがえすんごい食べた。まあ、交代交代。ありがとう。俺ミスターサタンに性格似てますか。すいません、汚い食べ方で。もう早食いしなきゃ。いいよ、ゆっくり食べて。俺冷たい方が食べれる人だし、猫舌だし。 ありがとうございます。マロニさん、ありがとう。もうさ、味も分かんなくなるよね。カレーはうまいけど、うどんなんてカレーが強すぎて。昨日もうどん食べてた。冷たい方が食べれる人だし、猫舌だし。グズとね、グ
にしてる？え、してくれてるじゃん。今そばにいてくれてる。誰よりも。誰よりも、ね。うん、嬉しい、幸せ。幸せだよ。そしてみんなが見てくれてて、みんなが、ね、スパチャとかくれてて、ほんと幸せだよ。うちって恵まれてる。恵まれてるわ。こんなすっぴんでさ、お風呂上がりなのにさ、芸能人と違ってさ、嬉しいよ、ほんとに。芸能人と違って。うん、芸能人っておしゃれとか照明とか必要じゃん。うん。幸せだよ。ありがとうございます、皆さん。幸せとは。そう、言い聞かせなきゃ。幸せなんだぞって。ね。笑顔が怖い、よく言われる。ちょっとタバコ吸いたいな、うん、でその間に悪口言ってもらってて構わないから、うん、うん、その前にいいよ、許してあげる、うん、分かった、その前にだけど、うん、うん、何、あ、ちょっとありがとう、レイカさんありがとう、あの数珠買ったのだけ説明してもらっていい、ちょっと何数珠だけちょっといい、その絶対に言わない、その数珠の説明だけしてくんない、絶対に言わないよ、その数珠の説明だけしてくんない、お願い、絶対に言わない、その絶対に言わないし、言ったら、うん、殴るから、あ、分かった、マジで殴るよ、分かった、顔面、分かった、でそして出ていきなのか、うん、うん、分かった、殴ったら、うん、慣れてるんだから全然来てない、してないよ、はい、ティアドロップさんありがとうございます、2回目、俺は誰を推しているとかみんな知らんだろう、ごめん笑わせないで、みんな、すいません、ね、言い聞かせなきゃ ね、まあ、楽しんでらっしゃる、大事だよ目力、目だけ無駄にでかいからねこんばんは、タバコ吸いたいね、ちょっと待って、もう二口で終わるから、うん、うん、うちも早食いしたから早食いしてくんない、うん、せーの、俺は早食いしてって言ってないから、ゆっくり食べていいよって言ったから、うん、でもうち早くタバコ吸いたいから、うん、3秒で食って嘘ゆっくり食べなねえ、喧嘩してない予定なんだけど、喧嘩とか したことないよ、あまちゃんこんばんは、元気、あまちゃん、あまちゃん幸せそうで、うちも幸せありがとう、やっぱ笑顔じゃないとね、無理に作ってでもね、カレーマジで、えミリちゃんとルイジとか、まあいろんな見解がある、うん、見解っていうかいろんな意味がある、それだけとは言わないけど、まあ、なんだろう、うん、この子には将来教えるけどね、なんかタトゥー入れた意味とかあんま人に言わないもんじゃん、髪の毛切った、でバカにする人もいると思うし、痛くないかな、まあ、名前公開してるだけ、まあ、楽しんでもらってって感じ、食べた、うん、ごめんね、辛ラーメンとかで、いやいや俺が食べたかったから、よかった、ごちそうさまでした、うん、いつでも作れたらね、はい、こう、あの、重ねといてもらっていい、これもこの中入れちゃって、これ、うん、いいよいいよ、で、そこら辺出ていい、そこじゃなくて、うん、一緒でいい、猫が荒らさんで大丈夫、大丈夫、あったら行かないから、うん、どんな時間かな、どんな時間かな、まあ、みんな知ってるそう、愛情込めてつけた名前、見たら面識1ヶ月経ったから、あ、そうなの、あ、ほんとだ、青から水色になってる、ごめん、面識配信もう全然してなくてごめんなさい、預かりますよ、今日タマ今寝てる、キャットタワーの上で、ちなみにちょっと待って、口ちょっとカレーな、タマちゃんはここにいますよ、見えるかな、寝てる、大山さん心が広いよ、面白がってるだけだから大魔王さん、うんうん、早く喧嘩をしてほしいんだよ大魔王さんは、うちは全部分かってる、大魔王さんがうちのこと分かってるようにちょっと起こしてくるわ、あー、おかしい、
楽しくてたまんないわけよ。なんかね、配信つけるとスイッチ入っちゃうっすね。なんかヒール役になっちゃうよね。ヒール役になっちゃうよね、なんでか。どうしようね。つらは増えるんじゃない。いや、つらエミリーどうした。おいよ、こっちのセリフっす。俺入ってるんですか。俺このまんまな気がするんですか。受け身みたいな。まあただね、なんかこうリスナーさんからいただいたらありがとうございますっていうこうせいちゃんばりになっちゃうんですけど、そのこうスイッチは入るんですけど。嘘、ベビ太郎俺に似てる。てか加工がね、ベビ太郎に取られて俺の加工取られちゃうんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。お酒飲んでない時がないでしょ。俺が起きた時にはもうビール飲んでたから。 3.5% だからこれお酒じゃないよって言って意味わかんない。ルイージが単独で配信は許せねえよ。これ飲んでどこで髪切ったの。リップスですね、リップス。俺が一番なんかおしゃれだと思ってる。まあでもいや、ぶっちゃけカットもこれ 100点かっつったら、やっぱいっぱいちょっとね言うところはあるよ。やっぱりなんかねすごい、やっぱリップスってこう美容室がお客さんがこう30分おきにこうね髪の毛切ってるから、やっぱりもうちょっとここ切ってほしいとか、なんかもうちょっと俺髪量多いからね少しすいといてほしいとか、細かく言う暇なくもうね、はい切り終わったら、はい次、はいありがとうございましたみたいな、もう超早いから。ゆるちゃん本当にすくすく育つな、成長早いとか、あとね、なんかもうちょっと長めに切ってほしかったんだけどなとか、短すぎだろみたいなところもあったり、うん、まあ、いいんだけど、まあ、任せてるからいいんだけど。赤ちゃん、そう、ミリアちゃんも赤ちゃん作るか。ミリアもいいぞ、赤ちゃんは可愛いぞ。オペが何、なんかさ、この眉間のシワの寄せ方がミリさん似てない。俺あんまり眉間にシワ寄せないのよ。ベビ太郎すごい眉間にシワ寄せんのよ。これこの眉間のシワの寄せ方がちょっとミリさんに似てない。ほらすぐ眉間にシワ寄せんのよ。これほらこんなもん福耳してるっすか。本当ですか。俺もエミリさんもどっちも福耳じゃないんですよ、うん、自分のなんかね少し空いたりとかはしたいなとか気になったらするんですけど、まあ当分はいいかなと思って頑張って。いやでも今日もう3回ちょっとお腹下してるみたいなんで、ちょっとなんかキューブに変えたらしいんですよ、ミルクを。微笑みのエミリさんに似てる。でもどっちに、俺一応二重なんだよ、一応ね、一応二重なんだけど、ベビ太郎一重なんだよね、すんごい。耳と足が一番似るって感覚で、なんか 手はね、指はねちょっと長いって言われるね、みんなに。だからそっくりだから美人になるの安心。本当美人になってくれればいいけど、まあ可愛くなるんだったら整形もすごい。うちのお母さんのノート忘れる、うちのお母さんもちょっとヒステリック持ってるから。二人同時に一重は生まれないんだけどな。二重同士に一重は生まれない。急に二重になる子もいる。まあでもさ、今の子なんてみんなねコンプレックスあったら整形バンバンするんだから、全然ね整形可愛いどっちがですか、俺がですか、ベビータル。整形ぐらい全然いいけど、皆さんありがとう。っていうか皆さん見てくれました、俺のツイッター、タイガーファンディング。俺行くんだけど、いいな、れや、ベビーになります。ルイージじゃない、ベビータロが可愛いですか。本当ですか。抱っこ早くしに来てくださいよ。だもんこれ俺のツイッター見てくださいよ、あのタイガーファンディング。いや決まってないですけど、なんか美容整形するのにお金貸したりとか応援しますみたいな
そうテレビあのさ、あの若者をいじめるな、いじめて楽しいのか、楽しいのかみたいな、あのさ流行ってるじゃん今。なんかお金をなんか令和版なんとか令和の虎だっけ、令和の虎なんかあのプレゼンしてお金貸してもらえるみたいな、なんなら融資してくれるみたいな、 DJ 社長が言ったらなんかこう僕をこうね世界一にするために1億円融資してくださいとか、そうそうめっちゃそう流れてくる受験生版のやつは、それの美容版があって俺もあのねこれ外部サイトの話になっちゃうんですけど、あそうヒカルさんもやってた、あの出てたね、あのレオ版のトラン、いや今オーディション受けようかと思ってる、え今日応募した、であのね外部サイトのふわっちっていう、ふわっちっていう外部サイトではあのすごい加工が効いててお肌が綺麗に見えて目のたるみも隠してくれてね、あの一応イケメンカテゴリーでやらせていただいてたんですけど、そっちがバンになってしまい YouTube に場を移したらYouTube は無加工なので肌の汚さが目立ってしまい目のたるみが目立ってしまい、イケメンとしてはやっていけなくなってしまいました。なのでイケメンとしてやっていきたいので加工がなくても加工ばりに肌が綺麗になるような目のたるみも取りたいしお肌も綺麗にしたいし、なんかちょっと10キロ太ってしまったので10キロも痩せたいですみたいなっていう応募書いた、うん、でもまだその美容版の令和の虎、顎見てる、俺の顎ずっと見てるんですか、 なんか顎ついてるんですか、俺一人しかまだ受かってないんだよ、だから募集してたんだよ今のうちだと思って、誰も話聞いてないってこと、680円じゃ取れないよ、ちょっと寒いんだよこれ、冷房もつけてエアコンもつけてんだけど、ご飯食べたと俺寒くなっちゃうんで、寒い、あ俺の話入ってこない誰も、こんな一生懸命プレゼンしたのに、ツイッターであの貼ってあるんで俺のプレゼン内容、うん、お肌きれいにしてもらう、あのさなんか嘘ばっかじゃん美容広告ってさ、それも言いたいね、その令和版その美容の虎みたいなやつ、あ誰も聞いてない、ウビタロ見てるだけの枠ってこと、そう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 、令和の虎みたいに面接ある、でその美容のねあの人がメインなんだけど、副音声状態、誰も音量切ってるってこと、興味あるでしょ、加工、あ本当だ、加工がベビータロ、うっつ前顔うつな、加工がベビータロに取られちゃうじゃん、加工取ってもいいんだけどねこれ、あエラちゃんに食い逃げされた人です、あイケメンだと、いやでもこれ加工が取れるとお肌がすごい汚くて見れたもんじゃないんで、あとベビータに心配なことあるね、ベビータにしもかわいい、ベビータなんでこれ毛生えてこないの、これ ここもさ薄いんだよ、見て後頭部ハート型にハゲてんだけど、これ後ろもハゲ散らかってんだけど、これいつ毛生えてくんの、俺すごい嫌なんだけど、俺ハゲかけじゃないんだよ、なんでこんなハゲかかってんのこれどうしたらいいのこれ、俺の家系ハゲてないんだよ、枕そうそう枕ずりずりはわかる、だって他の子さ結構毛生えてるじゃん、枕ずりずりしても毛あるじゃん、これで髪の毛ある方ですか、本当ですか、2ヶ月でこれってある方なんですか、これからさらに なくなるんですか、生える、本当、他の子さ見たらさみんなふっさふさなんだよね、
個人差あるすごい心配なんだけどベビオン、ま、髪の毛一緒だって1ヶ月経ったらさ普通の人間ってさ1センチ伸びんだよ。ここ1ヶ月経っても1センチ生えてないんだけど、まだこっちは1センチ2センチぐらい生えてんだよ。ここなんでこんなあれなの、ある方ふさふさでしょ。すごいショックだね。なんかもううちのベビータハゲてたらどうしようと思って、ごめんね。覚醒遺伝かな、誰かハゲてんのかな。ちょっとエミリさんの家系ちょっとね薄いって言ってたんだよ。実際になったら大丈夫。女の子、女の子って言ったら髪の毛欲しいよね、いっぱいね。髪の毛で遊びたい。この前はすまないね。なんかおっとすか、さくらさん。なんかおっとすか。全然何も。うちの子もそうだったよ。今毛も多いよ。名前はあの一応ベビー太郎って呼んでます。ベビー太郎。梅田でなんかおっとすか、さくらさん。梅田でなんかおりました。嘘でしょ、嘘でしょ。その人もしかして何した人。梅田で踏ん張ってるからもう少し横にしよう。そうっすか。もう2回出したから。うちの子赤ちゃんの時薄いけど今はめちゃめちゃ多いから。うちの子ケイちゃんって、あ、子供いるんだっけ。何回もケイちゃんって子供いるように見えないんだよね。何回か言われて、ブチ切れたよ。ブチ切れた。ほんと俺あんまり怒らない方だけど。梅田で、梅田で、俺梅田さっき行ったっけ。車で来た時、さくらさんって名前なんですか。男、あの普通のおじさんなのに、おじさんっていうわけじゃないですけど普通のお兄さんなのにね、さくらって名前だとちょっとギャップがありすぎてわかんないですね。いやでもこちらこそ車運転してもらったんで本当ありがとうございました。いや普通に怖いおじさんだったから。ごめんよ、うん、ちょっとアイロンしてくる髪の毛。あーね、うん、いってらっしゃい。いや、おじさんで、まあ僕もおじさんなんであれですけど、やっぱなんか、あ、33、大体30ぐらいからみんなおじさんじゃないですか、一般的に。わかんないです。うん、エミリーさんまた髪の毛染めたんだよね。あれ黒染めかな。もうなんであれブリーチしたのかわからないっていうくらいね。あさくらさんありがとう。あさくらさん、また大阪行った時はよかったら怒ってない時遊んでください。休暇と思ってた。週休ね、若い時に戻りたいですよ。お子さん連れてたお二人か。ありがとう。ありがとう。そう。なんかぐずってるっすね。まあでもこれくらいのぐずりだったら可愛いくらい。今エミリさんの家です。もう本当にぐずり出したら止まんないですからね。いやなんか結局自分で染め始めちゃうとムラになっちゃってね。なんかもう次染める人がまた大変じゃないですか。俺今38っす。俺には似てないでしょ。お、整形したんじゃない。名整形したって話聞いて。つよしです。つよしさん東京から帰ったの2週間に1回じゃない。2週間に1回。くまちゃん、あっとくまちゃん、わかんない。あ、どうした。ベビタロの顔見てんすか。絶対もさ、俺の声聞いてないっすか。いや自分で染めるからムラになっちゃって、結局そのムラがやだやでっていう繰り返しじゃないですか。悪循環っすよね。で髪の毛も染めれば染めるほど、あれ見てもらえばわかるっすけど、チリチリじゃないですか、うん、短髪っすか。これ短髪なんですかね。なんかまあでも眉毛でないからちょっとそれは楽ですね。描かなくてもいいかな。カメラ目線、おならしたね。カメラ目線であくびしたね。エミリさんのどこだろうね。まあ逆に嫌いだから一緒に入れるってところあるかもね。なんかあの嫌いだから、あの
なんか仲良くなっちゃったら逆に面白くなくて一緒にいないかもしれない。若くなりました。面白いでしょ、だってみんな、だってなんかあの「いじめたくなるでしょ、わし78歳強しです」自分と全然性格違う、うん、全然違うね、そうエンタメ用嫁っていうか、なんかこう配信をやるにあたったら、まあ、パートナーに近いね、まあ面白いんじゃないみたいな。普段もあんな感じですよ。そのなんかまあちょっと丸やかにはなるけど、なんかそこで怒るみたいなところあるっすよ。呪術のみんな聞きたくなるでしょ、そういうの。なんか魔除けの呪術の話。1万もすんな、あれ。あんなしょうもないのに。これでね、もう年越してよ、もう、阿部みたい。重いよ、もう、太りすぎて。重いよ、年越して。あーね、俺も見た。あの、佐藤さちゃんだっけ。初めて佐藤さちゃんの顔見たよ。今、なんか、あの配信だけやってるっすね。あれ、あーちゃん可愛いんじゃない、あやばい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 、ごめんねごめんね、あーちゃんの顔見たら泣き始めちゃった。喧嘩芸だよ。いや、芸じゃないよ、本当に。なんか理由があって出て、なんか行きたくなる理由はあるよ。まあ耐えられないっていうのもあるし、なんかちょっと遊ぶ予定が入ったとか、うん、でも本当、いや、タバコじゃないですね。もうあっち行って、なんか髪の毛アイロンシャドウみたい。ふえへへへへへ。今、YouTube でなんか多分髪の毛アイロンしてるっす。あとなんか、数珠の、魔除けの数珠の話してるっすね。なんかすごい悪夢見るんだってよく言ってるんすけど、あの、あれ悪夢じゃないんすよ。あの、デパスの後遺症なんですよ。デパス飲むとあの悪夢見やすくなるって、あれ YouTube 名はルイエミチャンネルですね。うん、あれだからね、あのちょっとあのドラゴン細井さん、あの令和の虎の話でも言ってたんですけど、ちょっとあの霊感が強い人とかってあれ精神疾患の一種かもしれないって言ってたんですよね。警察のドラマ、警察のドラマ、すんごいおならするね、今日。ブリブリだね。うん、あれ精神疾患の一部とか、薬物中毒の一種って言うっすよ。で、俺もやっぱりそれもあると思うんすね。うん、そのね、もう医者の人が言ってたからね。そう、髪型変えたっす。ブリブリです。脳の検査の、そう、眉毛隠してイケメン、うん、まあね、まあでもさすがにそのね、本当違法なことはしたくいって言わなくなった分だけ偉いんじゃないですか。特にルイジは TikTok だから特別だぞ。すいません、ダイマさん。ダイマさん、いつ引っ越してくるんですか。もう広島に家が欲しいんですけど、広島。あそこ面白いですね。なんか渓谷公園とかよりは俺、あの広島のあの公園の方が面白い気が、っていうかあの女の子が良かった。広島に行きたいっすわ、うん、危ない危ない危ない、ね、続けて新天地公園って言うんだ、あそこ。ああ新天地公園って近いうちに出たいね。でも本当予定があるんだよ、出なくちゃいけない。あ、ごめん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 。ムフフのお店とかあるんすか、広島。行きたいっすね、ちょっと。
美容師の女の子のこと絡みたいし、いや俺のなんか首の皮掴むのやめてくんない、なんか変な皮の掴み方に拗ねってんだけど、これ首の皮をなんでそこの首の皮拗ねるのこう掴むんだけどなんで首の皮拗ねるの、痛いんだけど、うん、うんちはねしたばっかりだから、あのまあミルクかそろそろ行かないでって言ってる。そう爪切った後ってなんか痛いよね、なんか爪がね尖ってて、これこれ近くで見るとこれ顔マジで怪我してんだよ、すごい見て、眉毛と眉毛のところとこれ眉毛と鼻の隣のところ怪我してんだよ、すごい自分で傷つけちゃって見えないわ格好で。たくみさんありがとう。ミトンしたら、ミトンって何、ミトン、あー手袋ね、うん、まあしょうがないでしょ、うん、手袋ね知った方がいいのか分かんない、手袋やっぱ違う、すぐ傷になるけど、そんな眉毛とここら辺にも傷がある、なんか怪我して覚えるか、うん、母ちゃんどうしたの、あエミリさん、なんかアイロンしてるんじゃない今、ミトンしたらめっちゃ手臭くなる、ミトン使って、やっぱミルク合わないのかもしんないね、あのあれなんだっけ、キューブの ミルクにしたんすよ、 そしてからずっとお腹ギュルギュルおならもするし下痢してるんですよ、今日3回もうんち出て、あのキューブのあれが合わないのかもしれない、徐々に、うん、ニコメさん分かんない、なんかキューブのミルクが余ってて粉ミルクがちょっとね、もうあと一缶ぐらいしかないからキューブの使ってかなきゃなみたいな、ミルクの作り方合ってると思うよ、多分一つのキューブ 20g だ、キューブの方が高いの、そう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 、ほほえみのキューブめっちゃなんか言ってくんで最近、こっち減らしてこっち減らしてって言って、あみさんやった、あね俺もだから、そうやっぱリスナーさんからもらえるやつはね高いやつはいいと思うけど、自分で買うのはね安いやつでいいなと俺も思ってる、糖分少ない方がいい、あ一つの球40、そう俺は使ってないからまだわかんないけど、エミリさんは便利使える、そう健やかだよ、健やかの使ってる、あれ健やか微笑みだ、あ健やか分かんない、配信外で抱っこしないよ、うん重いもん、ミルクさあげとけば寝るし、ただ配信ついてるとうるさいじゃん、ずっとわー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 泣いてたら、ミルクは粉の方でしか使わないほとんど、やばいっすか、だってあれじゃない、あのなんかみんなそうじゃない、なんかエミリさんだって基本すごいね、なんか配信外だったら多少遠くの方に泣いててもさちょっとねなんか放置とかするじゃん、やっぱ配信ついてるとワンワン泣かれたらさそりゃ迷惑じゃん、みんな多分喋りも聞こえないしさ、赤ちゃん泣いてる赤ちゃん泣いてるって、いやいやたまに抱っこぐらいするよ、たまに抱っこぐらいするけどそんなすごい抱っこはしないよ本当ですか、髪型すごい、髪型好評なのかねこれ、寝癖つくとすごいひどいけどね、お風呂入ってからじゃないと配信できない、前髪がねすごいガーンって飛び散ってるから、ね、寝てるってこんなんだから、ね、寝起きダッサいじゃん、寝起きこんなんだから、だからもう配信する前お風呂入ってきていいですかって言って、お風呂入ってきていいですかって言ってお風呂入り、本当モテます、旅出るか、急に受けた、前髪なくなるとおじいちゃん、前髪大事です、
抱っこむせつく。だからあのおばあちゃんとかエミリーさんのお母さんとかにあの恥ずかしいね。だいたいさ全ぞりじゃないんだよな、薄いんだよお前。あ抱っこ抱っこやば、ね、中学生なわけないでしょ。おじいちゃんだよ見たら。ほんと短い方がいい。眉アートもしたいし、だからその令和の虎次第だね。令和の虎であのどれくらいやってくれるのか、うん、かっこよくしてくださいって令和の虎で言いに行って、なんかあるんですよ、なんか令和の虎っていうなんかあの美容したい人いませんかっていう。ああもう眉アートちょうどいい。なんか最初濃くない眉アート、髪の毛切ったからですかね。小さくてもずっと抱っこは肩こりそう。抱っこてかもう重いよ結構。5キロ4キロぐらいなんだっけこれ、 4.5 ぐらい。おむつであんまぐずんないね、うちの子。なんかねお腹空いた時以外ぐずんない。ちょっとミルクの、ちょっと待って、ミルクがもうそうだ。もうそうだ、もうミルクの時間だ。ちょっと今のうちしか4キロなんて体重抱っこできないけど。嘘、4キロだよ今多分。首座ってもらおうかな。結構してるね。ミルクあげる、そろそろ帰ってきたら。そこ髪の毛切ったっすね。でもなんかぶっちゃけまあすんごいこうなんか計算され尽くされた髪型だと思うのこれ。そのねリップスさんっていうすごい有名な美容室で切ってもらったから。けどなんかあんまりだよねなんかカリスマ感はあんま分かんないよねみんなには。え、これ8000円もしたのっていう誰でもできんじゃねみたいな。もうちょっとこうやっぱパーマとかかけてもらわないとやっぱカリスマ感出ないかな。セットしてないっていうのもあるけど。白子さんそれ私も思ってました。何白子さん。ああそう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 、わかる。俺も言ったよね、こんな眉間にしわ寄せるって。またつけるって分かんないもん。髪の毛もさ勝手に黒染めしてさ、なんかちょっとよく分かんないね。みりさんその髪型がすごいおもろいだろ。ほんとうまいよなカリスマ。これこないだも言ったんだけど、あのリップスって美容室で26歳でその人デビューしたんだよ、スタイリストデビュー。もうデビューしてまだ1年ぐらいしか経ってない男の子なんだけどね、その同期の中ではカリスマ的に頑張って多分すごい努力した人なんだよ。可愛い男の子なんだけど。だからねなんか頑張ってる若者にね、そう黒染めなのか何で染めたのかよくわかんないけど、ほんとカットだけで宿毛かけたみたいな髪になる YouTube、 ほんとかな。カットだけで宿毛、いやー嘘なんじゃないですか、わかんないですけど見てみないとわかんないです。 TikTok 配信できないですよ。いやできると思うんすけど、なんか TikTok ってやっぱこうなんかこう2人映ると、これベビタロでもこれ見てください、これ2人映るだけでもほらこう加工が飛んで加工劣化つかないとか加工がね飛び散るんですよ。それがやっぱり TikTok 向かないですよね。こう何人もで配信する、ごめん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 、うるさいのかね、俺うるさいのかね、静かにした方がいいのかね、
ビビがあっちで一人で寝てくれるんだったら静かにするんだけど、一人で寝てくれればね、うん、ほんと静かに静かにしてくんないんだよ。でもあれだ、ミルクだ、そろそろちょっとミルク作ってこないと。待ってミルク、ああダメだダメだこれ、ミルク作ってミルク作ってミルク作って、これ泣いちゃうよ、ミルク作ってほしい、泣いちゃうよ、抱っこしてて、ほら、本当抱っこしててほしいね、本当。大倉くん、大倉くんに似てるって俺初めて言われたんだけど、抱っこしててね、抱っこしててね、そうなんですよ、どっちかな、こうねねねね、ちょっとおしゃぶり見ててくれます皆さん、ちょっといいですか、うるさいですよ、泣きますよこれ、泣きますよ、あやばい、あいや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 い、おさるさんだよ、あいやい、泣くからね、絶対泣くからね、マジで話したし、ああやばいやばい、揺らしてないと泣いちゃう、あいやい、みんなめこきんちゃありがとう、しまの、そう、ビガンついてる、あい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 、いや関係ないじゃないですか、俺女の子はみんな前髪ない方がセクシーだなと思うんですけど、ごめんね、どうしたの、ごめん、いやいやいや、これあのこうしとけばね、ちょっと泣かないか、またミルク、ミルクだって7時半だよ、さっき最後あげたの、ちょうど10時半ここにミルクさっきあげてたじゃん、あ、ちょいつまみぐらいだから全然あげてない、すごい動くよ、泣いたらでいいんだね、もう話したらすぐ泣く、秒で俺が抱っこしなくなった、泣くのが足元だけど、そうそうそうなんですよ、嫌がりですよね、やっぱ泣くの、ちょいつまみた、なんかね口が寂しくてね、泣いちゃう時あって、ほんと 10ぐらい飲ませるミルク、ちょこっとなんか飲ませるだけでなんか落ち着いてね寝るんすよ、ほんと格好ってすごいね、男前って、わかんない、無理さ、おしゃぶりはしない、いやいや、するさせるさせる、もうほんと四六時中口にぶち込んでるけど、なんか今はあえて別にさせてない、でもミルク作るとこうやって寝ちゃう時もあるからね、急に泣き疲れて、韓流スターに見えます、本当ですか、今エミリさんミルクのあれ持ってったね、作ってくれるのか、ちょっと厚めに作ってきてほしいね、もうすぐ飲まないかもしれないから手遅れかもしれないけど、イケメンって言われて嬉しいね、いいいい、みんな700人近くもいたらさ、いるでしょ、一人ぐらい、ルイジさんちょっと私あのちゃんと黙ってますよみたいな、黙ってくことができる人誰か遊んでほしい、ね、あーきっちりさせる人、単発の方がいい、これ単発の、黙っとく、ちょお願いして DM くださいよ、ほんとね、全然出会いがなくて、別になんかね、変なことしようってわけじゃなくて、やっぱね、他の人と関わることが大事かなと、俺後派なんだよ、息子、結構貯めるよね、ケンジ君、おむつも、うん、重たくなってるもん、生後明日で51日目まだ2ヶ月経ってません、わーいミルク、難しいよね、なんか泣いた時ってどうしようもないし、
51日おめでとう。何が原因かもよくわかんないしね。若返りました。加工取ったらもうおじいちゃんですよ。加工最高だから、あのこの加工の感じでなるように整形してくださいって言いに行く。令和の虎で。飲みすぎでも苦しくて泣くんだ。ほんまね、苦しくて泣いてるのは見たことないね。短い。最高、加工最高だよ。だからこの感じで来るとやっぱちょっと騙されたなみたいに思うと思うんすよ。こうだから面接決まってない。ちょっと誰か遊んでくんねえかな。こんばんは。いやいや、撮ったらすごいですよ。もうシワクチャで顔ザラザラで。あと今ベビ太郎が飲んでる音です。いや、ベビもね、分かってくれるよな。男はちょこっと遊んでる方がいいだろ。言うと阻止されるから言えない。面接決まるといいね。目の下に文字入れない。何を、令和の虎っていうなんか美容整形を応援してくれるなんか、なんか受ける。今度、いや一応あのあれを送っただけ。その履歴書じゃない、なんて言うんだろう、志望動機みたいな、こうと受かるかどうか分かんないし、あのあれだけど。いやでも全額は出してくんないんだって。なんかね、こういう音いつもするね、毎回。空気が入ってんのかちょっと謎だけど。ベビ太郎大きくなった。もう倍になっちゃったらしいよ。だいたい2400で生まれて今4500ぐらいあるから。そうそう、お金貸してくれるとか、あのその少し安くしてくれるんじゃない。なんかあのなんて言うんだろう、モニターみたいな。なんかさ、嘘ばっかじゃん。10万円とか8万円でさ、目の下のたるみ取れますって言ってさ、行ってみたらさ、なんか40万とかさ、20万とかさ、8万でできるとか10万でできるって言ったら倍以上かかるみたいな。なんかちゃんとしっかりその値段でやってほしいよね、うん、全然10万円でやるんだったら全然自分で出してやるよ。やった、テキテキさん。肌もね、本当に綺麗になるから。いや、そのパターンじゃなくて、その令和の虎っていうその YouTube チャンネルなんですよ。品川一番安いですか。俺全部行ったっすよ。なんか医療外科系全部、湘南、あと品川、あと TBC だっけ。ボトックスは意味ないでしょ、あれ。目の下のたるみ取るの加工しとけばええやん。なんだけど、そう YouTube 行くと加工できないし、あったら変なの来ちゃうじゃん。これさ、 TikTok でさね、出会うとするじゃん。あったら、あー変な人来ちゃう、違う人来ちゃったってなるよ。だからお肌も綺麗にできる、なんかやりたい全部。ほんとや、糸引いとる。めっちゃ糸引くやん。ブブブブ。安かった。いくらでできた、ピンキーさん。フォロワー10万人とか。10万人もいないもん。全然増えないよ。TCB は初回安いって言った。あれもこれもしたけど60万ぐらいって言ってた。ねえ、ちょっと怖いよね。そのだから、その
ドラゴン細井さんもなんか整形やってる、その美容の虎、なんかその令和の虎のなんか美容の虎っていうこうね、なんか企画で、そのなんか司会の人があれなんだよ、その美容整形の人なんだよ。だからその美容整形の人、ドラゴン細井にやってもらいたいね。どっか25万って宣伝 CM とかだと10万ぐらいって言ってるんだよ。やってらんないよ、そんな値段払えないよ。モニターでも何でもなるから10万で撮ってよ。あと眉のアートもしたいしさ、やりたいこといっぱいだよね。顔湘南は TBC、 湘南は行っちゃいけない。え、そうなの、なんで。一番有名じゃん、金ないよそんな。眉アートは銀座のところで安いところで4万とか3万だったから。でもいつもね予約が埋まってんだよね。整形して何したい、モテたい。てかやっぱね、自分の顔毎日見てるからさ。じゃあどこ教えてよ、安いところ。髪型良くなったんすか。もうセットしたらいいっすよ。なんかワックス買ったっすね今日。いつもなんか使ってるワックスじゃないやつ買っちゃったけど、あり合わせでとりあえず。いやいや、でもちょっとでいいのよ、ちょっとで取れたかなぐらいでも別にさ。この先すごいねイケメンになることとか無理だろうから。高須クリニックでも高い。高須クリニックは絶対なんだ。かわいいことね。だ おじさんが誰とバトルしてくれるってのよ。高すぎて聞く。みんな、ね、まあそういうの凝ってる人はねみんな知ってんだろうね。そうモニターでやってくださいって言ってもやっぱり10万とかで行っても見て行っても20万とかかかるよ。なんか切っちゃった。執刀医選びが大事。すんごいじゃん。熊取り。飲みながら寝てる。長い時間をかけていかないとダメかも。18万、ちょっと高いね。でも安い方だよね。綺麗に撮れた？クマ。分かるんだけど。ラブメロちゃん50万も出せる。すごいじゃん。髪切った。めちゃくちゃ撮れた。20万ちょっと高いな。まあ結構ね去年の分の税金もすごい高いからね。旅からなんで帰ってきちゃったの。なんかいろいろ一括が一括ローン組めないと思う。近々俺の夢も配信させるかな。19時は無理か。いや面白ければいいんじゃないですか。もう俺だっておじさんですし。なんかねまあ、ふわっちとかのが最初はいいかもしれない。テケテケさんありがとう。なんか村サイトなんで、あの TikTok は競争率が高すぎて最初やるにはハードル高いっすよ。なんかねいっぱい可愛い人もいるし芸能人もいるし、うん、なんかエミさんはもうなんかバス代払ってくれちゃったから帰れないとなみたいな。これ今ヤマピーに見える。俺どう見ても平野翔くんにしか見えないんだけど今ヤマピーに見える。髪型的には平野翔くんなんだけど、うん、140飲むっすね今。両見えない。髪型は平野翔くんにしてちゃんと飲んでる。
そうだね、最初がね、どうか TikTok は俺もなんかねちょっとふわっちやってたから、よそから来たからちょっとねあれですけど、そうバス代くれたからじゃない、もう払っちゃったから、勝手に取っちゃったから帰るしかないかと思ったけど、うん、今あとで10日ぐらいはいてもよかったかな、東京。またリスナーさんがバス代くれたらどっか行っちゃうかもしれない。やっぱ一人の方が配信しやすいし、ちょっと TikTok これから頑張ろうって思った時の矢先だったからね、昨日も配信したいって言ってたのに、配信ね、エミリさんなんか今日はやる気しないやる気しないっつって一日中させてくれなかったし、振り込み先教えて、ね、でちょっと DM いただければ、 DM 普通にバス代買ってくれよ、もっとね、やっぱりいやお金もったいなくない、1万2000円ぐらいさ東京からさ、うん、わかんないよって飲んでるの、飲んでたらわかるんじゃない、うん、食べてきちゃったんだ、もう辛くない、明日絶対お腹下すよ、あのね、マジでも1万2000円はでかいよ、買ってもらっちゃったら。まあぶっちゃけあのね、旅配信も疲れるんだよ、寝るところないから満喫とかで寝るじゃん、うん、帰ってきてすぐ晩は、そうさすがでしょエミリさん、うん、このベッドで寝るのはこれ黒革ハイツと同じね、前からずっと使ってる、もう5年以上この布団で寝てるんだけど、やっぱこの布団は最高だね、やっぱ気持ちいいし寝やすい。うん、寝でさせてくんないから。あとバスとかの夜行バスね、どうせ出てくならさ東京まで行くのに。3万も4万もかけていったらさ、結局お金さ、もう立たれてる、あ、ほんとだ、よく見てるね、よく見てる、そう赤字になるとしゃあないから、その旅費っていうかね、バス賃とかが安い日を見ていきたいよね。なんだその手強いんだよ、手弾くんだよ、わかんない、別によく見てるね、俺も気になった今日、なんかカペカペなとこあったね、ガーゼないんだよ、ガーゼが挟みたいけど、飲んでる飲んでる、もう秒で飲んでるよ、今後はね半々だね、俺はもうなんか、まあ、したいって言われたらしてもしょうがないのかなとも思ってるし、エミリさん YouTube 向こうの部屋、なんかお姉ちゃんの部屋にいる、ワックスつけた方がかっこよくなると思う、やっぱりなんだかんだで、今日もあれなんだよ、ちょっとあのそのワックス買うためにドン・キホーテプラーってね、エミリさん寝てる間に外行ったんだよ、1時間ぐらい、そしたらおばあちゃんとお母さんに、あ、完全ミルク、なんかお母さんとおばあちゃんに、ケンジ君いない、ケンジ君またどっか行ったって言って、俺が帰ってきた時にもう家の中で大騒ぎしてて、家族をねこう巻き込まれたりするってやだね、わかんない、あっち YouTube 見てきて、まあ昼間には飲んでたもん、お昼ぐらいにはビール飲んでたね、一缶、お昼違うな、6時ぐらいには一缶ビール、ずるい、
いやだって1時間ぐらい寝てたから、ごめん。お母さんに俺言ってたんだよ、お母さんに、エミリさんのお母さんに、すいません、あのドンキ行ってきますって。もうお腹いっぱいになったね。お母さんにね、エミリさんですとか。いやだってなんか怖いんだもん、お母さんもさ、おばあちゃん、おお、なんかさ、ちょこっとどっか行くとか雰囲気出すだけでさ、はいはいはい、苦しい。やっと座れるようになったからいいよね。泡吹いちゃうね、泡出ちゃうね、うん、ここ怖いんだよね、でトントンする出るか、機嫌良さそう、エミさん全然機嫌よく見えない、すんごいすぐ暴たりするんだよね。大丈夫、あんま、お、めちゃくちゃ機嫌いい。さっき機嫌悪くなかった、一緒に、多分一緒にいると機嫌悪くなんだろうね。でな、無理か、気をつけないか、あ、疲れちゃう。首に抱くかやってみる、これ久しぶりに。俺嫌なこと言った、なんか何言った嫌なこと、出た、出たね、すんごいさやさん言ってくれる、落ち着いたわ、少しこのまま寝てくれるといいけど、問題ですよ、こっから。ありがとう。寝てくれればいいね、このまま。おむつだけ交換したいんだけど、ちょっとだけいい、俺が上だけ向けておむつ交換して、よいしょ、おむつ交換しよっか、よいしょ、よいしょ、今チャンスだよ、俺の後ろの後頭部見るチャンスだよ、後頭部じゃん、もう抱き癖ついちゃって、今やばいね、これ見えてないでしょ、これ、はい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 、やっぱりちょっとあれだね、下痢してるね、お腹下してるね、
ミリさん、はいはい、これさ、今日の朝もあったんだけど、ちょっとさ見えてない？大丈夫？うん、大丈夫。あのさ、固形物が出てくるんだよ、お尻から下痢で。大丈夫だって。ミルクの、キューブのミルクのなのかもね。微笑みはいいやつだよ。うん、うん、ディスってるわけじゃなくてねいいんだけど。ありがとうね。またうんちしてたの？そう、で、なんか固形物が出てくるね、やっぱりちょこっと。下痢だけど、下痢の中に固形物が混ざってるね。でも前、コメントでね、うん、うちは5回、6回するよって人もいたよ、うん、やっぱミルクの量増えたからじゃない？うん、うん、別にね、悪いとかって言ってるわけじゃないし、なんでもいいんだけど、別にそう、固形物出てるなって思うな、みたいな。頭はここで寝てます。よいしょ、これで寝てくれればいいけど、よいしょ。俺の後頭部見た？俺のみんな初めての後頭部、松ぼっくりみたいだった？うんちの中に白いプツプツ。うちのうんちは黄色いね。あれ、くるみたい。その足の下らへん、なんかおくるみにできるやつ、なんかちょうだい。お前は なかなか寝ないから、おくるみの毛やおくるみの毛。乾燥機行きません？行ってくる？どうやって行く？一緒に配信終わって、そろそろで、うん、粉洗剤も買いたいわ乾燥機でさ、でもさ乾かすとマジで毛玉すげえ増えるのに。じゃあどうすんの？普通に干した方がいいな、俺は。うん、マジで干す道具がないんだよ、竿があって、うん、TikTok でドゥイジさんの後頭部映ってる後頭部って何？ここ後ろの頭ってこと？何、それがダメなの？可愛かった。どっちだよ。俺の後頭部良かった、みんな。コボちゃんってこと？コボちゃんって言う？あ、コボちゃんみたいって言ったの。コボちゃんって知ってます、みんな？可愛かった。あのね、美容師さんも直しようがないんで、これ刈り上げすぎて美容師さん悪くない？明日から、あー、よかったです、木村さん。よかった、木村さんにうちの風が映ったの。ほんとごめんなさいね。そんな一瞬で映る？一回あったからさ、持ってきてくれたんだよ、高い栄養ドリンク。知ってた？聞いた、見てた、見てた、うん、あ、見てた、見てたっていうか、その一瞬だけ見た、そのもらったみたいな。そうそう、うちんちの近くのセブンイレブンがもう閉まるんだよ。だから酒以外のドリンクが全部なんかもう割引。可愛いだろ。そうそう、新聞の4コマのコボちゃん。これくらい短い方がさっぱりしていいだろう。ミリさんがツボる理由が分かった。ツボってねえだろ。いやいや、コボちゃんって言ったのがツボったんで、別に髪型見てツボったわけじゃなくて、自分で言ったよね。松ぼっくりとかよ。可愛いだろ。うちのお母さんめっちゃ毒舌なんだよ。だからマジ毒舌だから。これワックスつけてないで、これだからね。ワックスつけたらすごいかっこよくなっちゃうからね。今からワックスでセット配信してやろうか。え、ミリさん、それ何色で染めたの？出た出た、茶色。茶色じゃないでしょ、暗くね。ちょっと茶になった。あの、何な、お、なんていうっけ、見てみたい？つけ置きすぎたのかな。美容師のヘアセットは見たい。これお風呂入るの大変だけど。乾燥機と買い物、うん、出た出たカミリスカミリスに対してカミリスで返してくるみたいな
てるよ。美容免許あるよ。なんだよ。喋ってるとか、ね。そうそうそう、素朴な顔なんだ。しょうがないね、ワックス。買ってきたから、200円のワックス。なんか俺のね、したい、あの欲しいね、ワックスが売ってなくて。うちも使ったことある。ちっちゃいやつでいいやつ。安いやつやん。ちっちゃいやつでいいやつ。198円ぐらいのやつやん。198円、200円なんだから。いや勉強になんないっすよ。12時までだから。ドラムに明日の朝じゃダメなの？なんで今買いに来たいの？夜にわざわざ。あの配信もやってる。思った時に行きたいの、意味は。うん、うん、明日の朝だとまた伸びちゃう。なんで？そう、風呂入らないといけなくなる。やっぱ配信も大事だけど、うん、家庭の事情も優先してほしい、少しは。どうお考えですか？それでも嫌と貫きますか？そう、洗濯物臭くなるし、もう置いてんだよね、そこに。どうすんの？じゃあまず、ベビ太郎一人にできないじゃん。当たり前じゃん。だからベビ太郎を抱えて車で行く。車で行くの？うん、チャイルドシートあるし。汗かきたくないよ。さっきお風呂入ったのに。汗かかなくない？歩きで行ってよ。かくよ。うちは赤ちゃん抱っこして、あなたは大きい荷物持って洗濯物持って。俺が赤ちゃん抱っこしながら洗濯物を持つよ。いや、それは危ない。配信も持ってきたいしね。配信しながら行きたいでしょ、みんなで。どっちか。どっちも配信切るってこと？せめて TikTok は行かないよ。いや、だから、まあ、最悪 TikTok 切るよ。俺がフラフラしてるの？今からエミリさんがそっと行きたいんだから、エミリさんがフラフラしてるよねじゃないの、これ。俺がフラフラしてるの、これ。こう定まってないよね。定まってるじゃん、配信がいいって。せっかく始まる一人で配信するとき TikTok やればいいのにさ。なんかイケメンだな、お前。なんかイケメンだな、お前。喋ってるよ。うん。同じように返してあげて。今コメント読んでる。なんだよしか言わないからね、赤ちゃんが喋って。なんだよみたいな。いや、置いてっちゃったらあれなんだよね、誰も泣いた時とか。だからさっさと待って、さっさと行こうよ。誰と相談してんだよ。寒暖差アレルギー。あ、アレルギーだったかも、あのルイージさんは。うちは風邪ひいてたけど、もう治った。木村さんに移したから。ごめん、木村さん。スーパーナイスの会社の社員知らない。一人で行こうと思うんだけど、一人じゃ無理なのか。ベビータロもいるし、荷物も。俺一人で荷物持って行ってくるのはいいな、ありだね。ベビータ置いてっていいなら。めんどくさくなっちゃったね。俺だけ洗濯物持って。どうしてもうちを拒絶する配信がしたいんやね、うちの意見。いやいやいや、全然そんなことないよ。普通だったら一緒にすぐ行くじゃん、どこでも。なんなのそれ。もう TikTok に、うざい嫁とか言って、うちの嫌いな人が集まって、それと同調したいから、わざとこうやってう
ちの意見に同調しないんだよ。もう見え見え、ほんとびっくりしちゃうわ。びっくりしちゃわないわ。びっくりしちゃう。バレて、いや考えが読まれて、いやびっくりでしょう。すんごい勘繰りです。すんごい。だったら切ればいいじゃん。いやいや、だったら切ればいいじゃん。意味がわかんない。そんなさ、ショック受けるぐらいなら切ればいい。いや、ショック受けるわけじゃなくて、勘繰りとか言い出しちゃう、次は。でしょ、ほらでしょ、何にも思ってないんだけど。たださっさと行けばいい話やん。切ってさ、もう洗濯物ずっと置いたままでびちょびちょ。いいじゃん、干せばいいじゃん。普通に干せばいいじゃんって。ハンガーももうないの、うちの洗濯物だ、干しちゃってるから。目がかゆい、大丈夫？タクナーニだから。じゃあそういうことで、たくさん応援してくれてありがとうございました皆さん。一旦切って、この時になる人がいたらのありがとう。赤ちゃんと嫁をネタにするチャンネルです。ルイージ TikTok。これ切るって言ってんのにさ、切るって言ってんのにそんな最後嫌味言う？切るって言ってんのにそね、エミリさんが。嫌味は嫌味で返すよ。俺嫌味言ってないじゃん、切るって言ってんのに。そんばんは。なんならエミリさんに YouTube に流そうとしてさ、 YouTube に言って、いいですそんなの。ね、言ってんのにこんな。流さなくてもあのいるんで大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、私も意地悪おばさんで。でもさ、意地悪な人には意地悪な人が寄ってくるじゃん。同じじゃん。俺意地悪してるかい、エミリさんに。早く終わりなよ。未練が欲しいな。今アイテムいっぱい投げてくれてる人はね、ちゃんとお礼言いなじゃん。ありがとうございますって本当言ってますよ。ありがとうございます。タマは優雅に寝てます。一番大人なんでね、この家の中で。強く言わないルイジも悪いって何言う、なんて言ったらいいの。言ってやるよ、言ってやるよ。なんて言ってやったらいいの。強く言わないって配信外ではすごい髪の毛引っ張ってくるから。引っ張ったことないじゃん。いつ引っ張った、最近いつ引っ張った。こういつ引っ張ったの、言ってよ。いつしようとしたの。なんか言葉遣いが悪いんで、そういう言葉がね、ほんと。ほんとだよ。いつしようとしたの、言ってよ。いつもじゃん。してないじゃん。お前がこう、こっち来いよみたいな、こう頭をこうするんだから。可愛い男の子演じてるけど、コボちゃんなりに。そっちがうちを怒らせようと今までしてきたじゃん。逆にうちがしてやろうか。いや、なんか言ってもいいけど嘘はつかないでよ。俺嘘言わないで。嘘ついてないか。俺したエミリさんにそんなひどいこと。いつもしてきたじゃん今まで。今までっていつ。どんだけうちが泣いたと思う。最後いついつ。あなたが泣きましたか。泣かせてやろうか。ねえ、ドラマでしまっちゃうんで。粉洗剤をね、明日の朝こうおばあちゃんにプレゼントしたいんだよ、わかる。うちは買ってくるねって、もうおばあちゃん寝たけど言っちゃったから、もうなかったからさ、少ししか。明日私が買いに行くよって言ったけど、いい、うちが買ってくるって、まだドラム売り空いてるしって言ったから行きたいんだよね。嘘はつかないでほしいね、ほんと。いや本当にもうみんな YouTube で見て、こう困難してくるから、お前がこっち来いやみたいな、ベッドの上で。本当だよ、寝るときは裸にさせるし。怖いね、ここまで。恐怖だよ本当。本当だよ、うち嘘は言わないもん。寝ておくれ、早く。
ません。またちょっとあの一人で配信できる時見つけたら配信します。それがいいよ、どうしてもファンが減っちゃうよ、うちが本当のこと あの暴露しちゃうから。なんか本当に嫌いになってくよ、どんどんそういう変なことを言っていくたびに。ファンが離れていくからでしょ。いや、おやすみなさい。YouTube やってますから、えみるいチャンネルで。